後半は岡山スタンディングベアーズのキックオフで試合再開する形になります。キックオフしますのは岡山スタンディングベアーズ62番の溝口です。大阪公立大学出身のプレイヤーです。さあゴールデンファイターズリターンに入った。ダナ中央付近切り上がりまして自陣35ヤード付近確保しこの位置からの攻撃と変わります。しましたのはゴールデンファイターズ1番の本田でした。金沢大学出身のルーキーです。ゴールデンファイターズ自陣35ヤードからファーストダウン10。ハンドオフ託されました。10番ボールを持ちましてそのまま一気に独走、相手ディフェンスを置き去りにその右オープン展開しまして一気にエンドゾーンを駆け込んでタッチダウン。ゴールデンファイターズ最初のワンプレー目でタッチダウンを重ねる形に成功しました。そしてキック決まりまして1点追加、ゴールデンファイターズ38点、岡山スタンディングベアーズ0点とスコア広がった形になっております。この判断が見事でした。密集点相手裏がある中一瞬の隙をつきまして右オープン展開、一気にディフェンスを置き去りにしましてエンドゾーンかけました。鮮やかなタッチダウンラン決めましたがランニングバック10番の北川でした。大阪教育大学出身のプレイヤーです。見事な65ヤードのタッチダウンランを決めましたゴールデンファイターズ。そのゴールデンファイターズのキックオフで試合再開となります。に入る岡山、さあトラブルが発生している。リターナーここでボールをファンブル、タックルからファンブルフォースを受けましてファンブルしましたがこれはなんとか岡山自ら抑えまして岡山攻撃権を得た形になっています。岡山自陣17ヤード付近からの攻撃に変わります。時計が誤って進んでおりましたので訂正させていただきます。岡山スタンディングウェアーズ自陣18ヤードからファーストダウン10。ランプレーから入りました。まずは22番のランプレーにより突破を図ります。しかしここに
ゴールデンファイターズディフェンスフロント立ちはだかりまして、このランプレーをノーゲインで阻止しております。見事タックルしましたのはゴールデンファイターズ94番のプレイヤーだったようです。岡山スタンディングベアーズセカンドダウン10、ナイスキャッチ、ファースター。ここで岡山パスプレー、ワイドレシーバー83番にこのパスがヒットし、83番タックルを受けながらそれを見事なステップアームで振りほどき、見事攻撃権更新果たしました。岡山スタンディングベアーズファースター、見事なキャッチアンドラン、アフターランを決めましたのは岡山スタンディングベアーズ83番服部、徳島大学出身のプレイヤーです。さあ関西カブリーグのプレイヤー、しかしここで素晴らしい気迫やるプレーを見せました。ボールオン自陣35ヤードからのファーストアンテン、さあ振り切っている、これも攻撃権更新になったか、見事なんです。ナイスゲームファースター。今度はランニーバックが見せました。ランニーバック41番ハンドオフから右オープン展開、相手タックルを振りほどき、一気にハイニーアクションによって相手を振りほどきまして攻撃権更新です。岡山スタンディングベアーズファースター、さあ勢いに乗ってきたか岡山、ボールオンは自陣45ヤードに進みました。この位置からのファースターアウト、さあ振り切っているが、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。さあ見事なパスでしたが、この時に飛びましたイエローフラッグ、果たしてどちらのチームの反則でしょうか。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでいたという反則です。アメリカンフットボールはボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。10ヤードバッタイを受けまして、この場合はファーストダウンやり直しとなります。従いまして岡山スタンディングベアーズファーストダウン20で試合再開となります。さあ攻撃権更新、実用距離20ヤードに変わりましたが、その最初のファーストダウン、どのようなプレーを展開するでしょうか。クォーターバックはパスを投げようと左にロールアウトをしました。しかしそこにゴールデンファイターズ99番が殺到、後ろから一気に追いかけまして逃げ惑うクォーターバック13番を仕留めまして、大きなロスを割っております。さあ大きく下がりました岡山スタンディングベアーズ、セカンドダウン35の状況に変わっています。さあここでランプレーによって状況打開を図ります。まずは少しでも陣地解散とランニングバックに託しました。右オープン展開しまして約6ヤードのゲインに変えています。岡山スタンディングベアーズサードダウン29、ここでパスに見せかけたランプレー、ドロープレーによって状況打開を図りましたが、これはゴールデンファイターズ許しません。フォースダウンに変わります。
で負傷者発生しましたためレフリータイムアウトが取られています。チャットラインのメッセージありがとうございます。フットボール様、ゴールデンファイターズのレジェンドコーナーバック雨野様が、雨野さんが試合に出ていますね。活躍に期待です。そうですね、このメッセージ見まして確認しましたところ、先ほど、コーナーバック両サイドの、後方エンドの位置にあります最後尾にあります重要なポジションコーナーバックで、出場していることが確認できました。チームの監督を兼任する素晴らしいタフなプレイヤーが今シーズンも選手としても活躍しています。メッセージありがとうございます。バンパス様、スタンディングベアーズが頑張れのメッセージありがとうございます。これもスタンディングベアーズのなんとか鼓舞してほしいというその応援メッセージ、非常に感じるものがあります。さあ試合再開です。岡山スタンディングベアーズフォースダウンロングでパントフォーメーション。さあリターン試みましたゴールデンファイターズ、しかし、岡山はここは見事にカバーしまして、ゴールデンファイターズに40ヤード付近でそのボールをとどめ攻守交代となります。岡山非常にいい攻撃展開をしておりましたが、しかし痛い反則ありまして、そこでリズム崩し結果的には攻撃を失っております。しかし相手陣に入ったところにボールを押し返す形には成功しております。さあゴールデンファイターズここからどのように攻撃を展開するでしょうか。ボールオンは自陣40ヤードからゴールデンファイターズファーストダウン10。ナイスランファースター、ここでランプレーからまず展開しました。何枠ハンドオフを受けまして中央突破、そこから右オフタックル付近駆け上がりましてタックル受けましたが見事に攻撃権更新としております。ゴールデンファイターズファースター、キャリアは42番の門田でしたでしょうか。見事なランでした。ゴールデンファイターズファーストダウン10。さあ再び中央いった、これもナイスラン。何が42番、今度は左オフタックル付近をつきました。今度は、岡山のディフェンス陣が殺到する状況でしたが、これを振りほどき左オープンにバーンアウト、約3ヤードから4ヤードのゲインに変えております。ここでウォーターブレイクが入っております。見事なランを現在展開しているのは42番の門田です。大阪府立大学出身の33歳のプレイヤーです。大石さんメッセージありがとうございます。ゴールデンファイターズはホールが空いている時間が長いのが分かりますというメッセージですね。ありがとうございます。ホールというのはこれはオフェンスラインマンが開ける走路のことを意味します。ランニングバックから見ますとまるで壁の中に穴が開いたような状況に見えるためホールというふうに称されます。この時間が長いということはつまり相手をコントロールできているということ、勝負として勝っていることを意味します。これが試合のフィールドを見ますと非常に分かるというそのようなメッセージありがとうございます。さあ試合再開です。ゴールデンファイターズセカンドダウン6。これは岡山ナイスディフェンス。今度はランニングバックにハンドオフし右オープン展開を図りましたゴールデンファイターズ。しかしこれを読みまして岡山ディフェンスライン陣佐藤、ランニングバックにディフェンスラインマン群がりまして今度はランを阻止しましてサードダウンに変えます。岡山も本来はラン攻撃及びラン守備に関しては非常に定評のあるチームでもあります。その強さを見せられるそのようなワンシーンでもありました。さあゴールデンファイターズサードダウン7。パス不成功。今度はフリムリ様右に展開していた、レシーバーにパスを投じましたがわずかにコントロールミス、パス不成功によりましてフォースダウンに変わります。
ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。この配信は XEWEST 全チームによります共同企画によって実現しております。多くの方々の企業様個人様のご寄付によりまして、これに応じていただいた皆様のご好評によりまして、この配信は実現しております。非常に嬉しく思います。この企画によりまして、X2、XE の様々な試合を皆様にご覧いただくことが可能になりました。またここでいただけます、そういった負担金といったものが、私が地方の試合を取る際の交通費等に非常に足しになっております。多くの方々に各地でありますアメリカンフットボールを伝える活動の一環としての支援として企画されましたこの企画、これからも継続したいと思います。何卒皆様ご協賛ご協力よろしくお願い申し上げます。さあここは、ゴールデンファイターズパンとしまして攻撃放棄し攻守交代となります。岡山自陣14ヤード付近からの攻撃に変わります。さあしのぎました岡山、今度は攻撃に移ります。ボールオン自陣14ヤードから岡山ファーストダウン10。さあ攻撃を断ち切る形になりました。今度は攻撃で得点を狙わんというところです。さあ右オープンランプレー、ハンドオフから何枠の総力に託しました。オープンレーンを突破戦という形で攻撃を展開試みましたが、しかしこれはディフェンス陣が対応しまして、ゲインは1ヤード程度にとどまっております。現在負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られています。先ほどのプレーを見ていましても、OC 様がご指摘ありました通りにオフェンスラインマンが作るホールが一瞬にして埋まっている感が非常に感じられるワンプレーでもありました。これをどのようにして岡山は克服する形にできるでしょうか。その点含めましてもこの攻撃シリーズ注目という形になります。岡山スタンディングベアーズ自陣15ヤードからセカンドダウン9。パス成功、しかしナイスタック。ここでクォーターバック13番は左に展開していたレシーバーにパスを投じまして、そこからキャッチアンドラン図らせました。しかしゴールデンファイターズディフェンス陣が素晴らしいタックルを決めましてゲインを2ヤード程度にとどめております。岡山スタンディングベアーズサーダウン7。不成功。クォーターバック13番プレーアクションから中央切れ込んできたレシーバー80番でしょうか、パスを投じましたがプレッシャーからパスを乱しましてパス不成功、フォースダウンに変わります。こ
このプレッシャーをしのぐ役割もオフェンスラインマンの仕事ですが、これをも圧倒しているボーデンファイターズにその迫力を感じるワンプレーでした。岡山スタンディングベアーズフォースダウン7、ゴールデンファイターズリターンしまして、ゴールデンファイターズ相手陣25ヤードからの攻撃という形に変わります。攻守変わりまして、ゴールデンファイターズの攻撃に変わります。ゴールデンファイターズ相手陣25ヤードからファーストダウン10。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック12番、左に展開していくワイドレシーバー30番でしょうか、こちらにパスを投じまして、レシーバーはここでボールをジャッグルしましたが、これを見事に確保しまして攻撃権更新としています。ゴールデンファイターズファースター、失礼しました、セカンドの残り1ヤードの状況になっています。パス不成功、ここでパスによってタッチダウンを狙いましたが、しかしこのパスは、届かずパス不成功となっています。ダウン1つ変わりまして、サードダウンに変わります。ゴールデンファイターズサードダウン残り1ヤード、さあランプレイター、攻撃権更新、ファースター、ここで確実にランニングバック10番にボールを託しました。相手ディフェンス群がりましたが、見事10番それを押しのけまして、攻撃権更新です。ゴールデンファイターズファースター、ここは好調な北川にボールを託し、攻撃継続といたしました。ゴールデンファイターズ、さあ相手陣14ヤードからのファーストダウン10、パス成功、タッチダウン。ここでクォーターバック12番パスによってタッチダウンになりました。エンドゾーン奥に走り込んでいたレシーバーにパスを投じ、これをレシーバー見事にキャッチしまして、タッチダウン成立です。ゴールデンファイターズタッチダウンパスによって6点獲得となっています。パスを取りましたのはゴールデンファイターズ17番の奥村です。大阪教育大学出身のルーキーです。そしてキックも決まりまして1点追加、ゴールデンファイターズ45点、岡山スタンディングベアーズ0点とスコア変わっております。まさに絵に描いたような、タッチダウンパスでした。左奥走り込んだレシーバーにディフェンス振り切りまして、そこへクォーターバック見事にピンポイントにパスを通し、タッチダウンを成功させております。ナムシンジェ様、リョウさんドンマイのメッセージ、ありがとうございます。おそらくは、選手がちょっと今、定かではありませんが、先ほどありました、守備の選手かあるいは攻撃の選手の、それに対する、慰めと励ましのメッセージというふうに解釈させていただきます。ゴールデンファイターズのキックオフで試合再開となります。
さあリターンに入ります岡山。右サイドライン際を狙いましたが自陣25ヤード付近からの攻撃と変わります。岡山スタンディングベアーズ自陣25ヤードからファーストダウン10。さあまず外に振る形にパスを通しました。ワイドレシーバーにパスを通しそこからキャッチアンドラン図らんというところでしたがディフェンス陣が圧力をかけましてむしろ3ヤードロスに変えています。岡山スタンディングベアーズセカンドダウン13。これはナイスディフェンス。プレッシャーをかわさんとランニングバックにトスし右オープンを迂回させるようにランを展開しようとしましたがここにゴールデンファイターズのディフェンスに殺到しましてこのランプレー展開する前にロスに変えました。約3ヤードさらに押し返す形に成功しております。スタンディングベアーズサーダウン16。パスは成功。外へ展開していく83番にパスを通しキャッチアンドラン図らせというところでしたがわずかにオーバーリードしたパスのためこのパスをキャッチしても外へ出てしまいここで、プレーが終了する形になっております。ここで第3クォーター終了となっています。第3クォーター終わりましてゴールデンファイターズ45点、岡山スタンディングベアーズ0点。攻守方向を変えましてこれより最終クォーター第4クォーターに移ります。